はい、まこでございます。今回もよろしくお願いします。では平次をパートナーにして、今度は関係者の方を情報収集していきます。ああ、全く恐ろしいことです。まさか私の乗り組む船でこんな事件が起こるなんて。私に何かご用でしょうか？事件について聞かせて。本土に戻るまでは毛利先生や皆さんのお力に頼るしかありませんからね。何でも聞いてください。ゆうべはどこにいたの？ゆうべは私は当直だったものですから、こちらのブリッジでずっと指揮を取っていました。引き継ぎをした午前0時から高松船長が発見された朝までずっとここに詰めておりましたね。それは一緒にいた船員たちも証明してくれると思います。隣で無線機をぶっ壊してたのを気づかなかったのか？船長について教えて。船長はまあ皆さんもご覧になられた通りの性格の人ですから、いろいろと船員たちの間で言われてたのも事実です。恨みを買っているのも一つや二つでは済まないと思いますが、しかしさすがにこんなことになるほどの恨みは。ゆうべは船長さんはブリッジにはいなかったの？昨夜は船長は真夜中までブリッジで指示をしておりまして、その後ご自分の部屋に戻られました。ブリッジを出たのは午前0時ちょうどですね。私への引き継ぎが済むとそのまま出て行かれました。どこへ行ったかですって。さあ、我々は自室の方へ引き上げたのではと思っていたのですが。隠し金庫について。倉庫の奥の壁に隠し金庫があったよね。船長さんが倒れてた位置から考えると、きっとあの金庫を開けようとしてたんじゃないかな。ああ、あれですか。確かにあの金庫は船長が個人的な秘密を隠していた隠し金庫です。なんや、あんたあの金庫のことを知ってたんか？はい、船の乗組員でも船長の近くにいる者は皆うすうす感づいておりました。船長が時々倉庫に一人で降りていってることも、船長が個人的な書類をしまっている金庫を持っているという噂は皆の間でささやかれてはいたのですが、さすがにそれをあの船長に直接問いただせる者はいなかったのです。噂だけが一人歩きして密輸の証拠が隠してあるとか、悪事を働いて稼いだお金が入っているとか、ここだけの話、そういう悪い噂も絶えなかったのです。当然金庫を開けるキーナンバーは船長しか知らず、本当のところ中に何が入っているかは誰も知りません。もう一回、あの金庫について私は何も知らないのです。ゲ、どうもありがとう。もういいんだ。お仕事の邪魔してごめんなさい。ミステリーとサスペンスに満ちていたミステリークルーズが本物の恐怖にとって変わられてしまいました。ああ、私のロマンをかけたこのイベントは一体どうなってしまうのでしょうか。中止です。で、私は何をお答えすればよろしいのでしょう。事件について聞かせて。わかりました。私でお答えできることでしたら。ゆうべはどこにいたの？私はゆうべは遅くまでイベントの打ち合わせをしてました。事務所で三本松くんたちと11時くらいまでは、そのことは三本松くんに聞いていただければわかるはずです。でも高松くんが亡くなったのは午前2時前後でしたね。その時間は私は一人で自分の部屋で寝ていましたが、アリバイを証明できませんね。どうしたらいいんでしょう。そんなに慌てなくたって、別にアリバイがなければ即犯人ってわけじゃないんだから。船長について教えて。高松くんは我がメリーランド社とは古くからの付き合いなのです。ベテラン船長として当社の所有するマリエル号にずっと乗り組んでもらっていたのですが、確かに人当たりの悪い性格ですし問題も起こしてましたが、まさかこんなことになるなんて。夕べのディナーについて。社長さん、夕べのディナーパーティーで槍が刺さってたのはシナリオにやない展開だって言ってたよね。誰があんな風にしちゃったの？それがよくわからんですよ。ホールの照明が落ちるまではシナリオ通りの展開でした。その暗闇の中で船内放送で怪盗ハマーの次の犯行予告のメッセージが流されるはずだったんです。しかし放送室のスタッフに渡されたメッセージのテープがいつの間にかすり替えられてしまったらしく、あんな不気味な足音が。じゃあそのテープをすり替えることができたのってクルーズの関係者以外には考えられないよね。考えるダニ。ダニって何？恐ろしい話ですが、確かにあのテープがいつどういうタイミングで使われるかを知っていなければすり替えようがなかったでしょうし。 OK、 どうもありがとう。もういいよ、どうもありがとう。おー、ジャパニーズ探偵ボーイ、あなたは部屋でおとなしくしてなくて良いのですか？ちょっとおじさんの手伝いだね。で、私にどんなご用でしょう。事件について聞かせて。おー、私もここに来て初めて聞きました。ベリーテリブルな事件ですね。私にお答えできることでしたら何でもお聞きください。ゆうべはどこにいたの？
昨夜はミッドナイトまでこのカジノで遊んでいましたね。お、昨夜の出来事か。お、勝ったね。次の対戦相手連勝。しかしこの船には私に勝てるようなギャンブラー一人もいません。12時頃ですか、誰も挑戦者がいなくなってしまったのでいつもよりリトル早いのですが、私はカジノを出ました。あ、キスをせがむ。振られた。かわいそう。その後は夜風に吹かれてホットな心をクールダウンしました。私、パパが海の仕事をしている関係上、潮の香りを嗅ぐと心が安らぐのです。海の仕事、お父さん船に関係ある人なの？おっと、これは口が滑りました。気にしないでください。私の身の上はトップシークレットね。そうして甲板で心を穏やかにした後は朝までずっと船の中をブラブラしてましたね。ずっとって部屋には帰らなかったの？ヒュー、ギャンブラーの生活は寝なし草のさすらい人生。帰る部屋とて定めていないのです。ってことはピーターにはアリバイはないってことだな。そもそもピーターさんってどこの部屋に泊まってるの？ボートの中です。おお、私の部屋はこのカジノも一緒です。ここから追い出されたら私海に飛び降りるしかありませんね。重要なのは誰がどこにいるかはっきりしてること。ギャンブラーである私がカジノにいる、これ火を見るより明らかね。もう一回。おお、それについてはさっきも言いましたね。12時くらいまでカジノにいて、その後は船の中をブラブラしてました。船長について教えて。キャプテン高松？おお、私全然知りませんね。ディナーパーティーの時に拝見しただけです。見たところいかにも叩き上げの海の男という感じでしたね。オッケー、どうもありがとう。うん、特に用はないよ。どうもありがとう。け、まったく、とんだ事件が起きちまったもんだぜ。俺たちはこれからミステリークルーズで大活躍するはずだったのによ。なあ、ダニエル。まったくだぜ、兄貴。結局俺たちは気候までここでくすぶってるしかねえのかな。ん？なんで？探偵気取りの子供が何のようだ。事件について聞かせて。なんだと？船長の事件について聞きたいだ。へ、なんで俺たちも容疑者扱いってわけかい。昨夜はどこにいたの？昨夜の居場所だと。へっへ、面白い。ますます俺たちを犯人扱いってわけかい。おい坊や、あんまり探偵ごっこで調子に乗ってるといつか痛い目見るぜ。もう見てます。昨夜はパーティーが終わってから夜明けまでずっと船室から出なかったぜ。俺たちずっと一緒だったよな、兄貴。おうよ、俺たちはお互いにアリバイを証明し合ってるってわけだ。愛し合ってたのね。怪しい同士がアリバイを証明し合ってもいまいち説得力がな。船長について教えて。船長についてだと？知るかよ、俺たちは初めてこの船に乗ったんだぜ。あんな男今までに一面識もねえよ。そもそも俺たちはハードボイルドガイだぜ。やるならこそこそやらずに堂々と正面からズドンよ。オッケー、どうもありがとう。別に用事ってわけじゃないんだ。それじゃあね。毛利さんや港に帰ってからの警察の調査のために僕らがこの船の資料を整理する仕事を指示されましてね。で今やってるんですが、これがもう大変な量でして。で、ご用は何か？事件について聞かせて。できることなら捜査にご協力しますよ。何でもお聞きください。昨夜はどこにいたの？昨夜っていうと船長の事件についてのアリバイですか。参ったら僕も容疑者なわけですね。そうですね、僕はディナーが終わった9時から夜中の3時頃まで三本松さんたちとクルーズのイベントについての打ち合わせをしていました。社長や川崎さんは先に部屋に戻られたんで、最後は三本松さんと僕の2人きりでしたね。お、昨夜の出来事。どうした三本松さん、具合悪そうだね。お、なんだ。でもやがて二人は何もなかった。三本松さんがとても具合が悪そうになったんで、お互いもう引き上げることにしたんです。置いていくなよ、死にそうなのに。それが午前3時くらいのことだったでしょうか。この辺は三本松さんに聞いていただければ詳しくわかると思います。
その後は自分の部屋に帰って朝まで寝てましたよ。その間の証人はちょっといませんね。船長が亡くなられたのが3時より後なら僕も疑われてしまいますね。船長の事件を知ったのは目が覚めてこの部屋に出てきてからです。船長が亡くなったのは午前2時前後だから、和田さんの証言が本当ならこの人は容疑者から外れるが、そんなにシンプルな話でもないよな。もう一回、さっきも言った通り夜中の3時まで三本松さんと事務所で打ち合わせをしていましたね。船長について教えて。僕は船長についてはあまり知らないんですよ。何しろ今回のクルーズのためのエキストラのアルバイトとして初めてこの船に乗り込んだんですから、弓浜社長や三本松さんの話を聞いているといろいろ大変そうな人だとは思うんですが、それ以外は。船の資料って、船の資料を整理するってどんな資料なの？マリエル号に関する資料やら乗客リストとかね。ほら、これがメリーランドの持ってるこの船の資料ですよ。細かなデータや設計図は本社の方にあるそうでして、この船の上で集められるものは限られてるんですよね。おや、和田さん、頭のてっぺんになんか傷跡が残ってるんやな。この毛量でよく気づくな。ハゲてんのか。ほんとだ、小さい傷があるや。あ、これは子供の時にちょっと怪我をしたもので、確か3針くらい縫ったんですよ。うわー、今でも結構跡が残っちゃってるんですよね。そうなんだ。船の資料だったら図書室も調べてみたらいかがですか。あそこだったら古い新聞や資料も揃ってるし、船関係の本も充実してるはずですから、あそこで調べれば大概のことはわかるんじゃないかな。そう、どうもありがとう。もう一回。いや、資料が多くて大変ですよ。整理しても整理してもなくならないんです。どうもありがとう。別に用事ってわけじゃないよ。お仕事頑張ってね、川崎さん。私と和田さんで警察や毛利先生にお渡しする資料の整理を頼まれたんです。でも何しろ量がありすぎて大変。まだまだ全然整理できないんですよ。ところでご用は？事件について聞かせて。本当の事件について。怖いですよね。船長が亡くなられたとか。はい、何でもお聞きください。昨夜はどこにいたの？昨夜私のアリバイってことですか？もしかして私も容疑者に数えられてるんですか？いやいや、そういうわけでもないんやけど。ほら、手がかりはどこに転がってるかわからんしな。わかりました。私は昨夜は三本松さんたちとイベントの打ち合わせを夜遅くまでやってました。時間ですか？確か真夜中の12時くらいまでかしら。さすがに遅くなってしまったんで、そのまま部屋に帰って朝まではぐっすり。その間の証人ですか？いえ、私は一人で部屋をもらっているのでいませんわ。船長が亡くなられたのは午前2時前後なんですか？ということは私にはアリバイは成立しないってことですか？どうしましょう。川崎さんにはアリバイはなしか。でもこの人に直接の動機があるようにも思えないけど。いや、予断は許されないぞ。隠された事実が全て明るみに出るまでは判断を急ぐべきではないな。船長について教えて。船長さんですか？さあ、私はあまり怖そうな方だなとは思ったんですけど、何しろ今回のイベントでエキストラとして初めてこの船に乗り込んだものですし、ごめんなさい、お役には立てそうもありませんわ。ネックレスについて。ネックレス？ああ、バラの姫の首飾りのことですか。そう、あれは本当のことを言うと私の持ち物じゃないんです。イベントに合わせてあの鎧と一緒にヨーロッパの貴族の方からお借りしてきたもののはずですわ。本当に歴史を持つ貴重な品で、もうネックレスは船の金庫にお返ししておきました。でも今となるとあのネックレスの言い伝え、不幸を呼ぶという噂もあながち根拠のないことじゃないみたいね。オッケー、どうもありがとう。別に用事ってわけじゃないよ。お仕事頑張ってね。ここ毛利先生に言われた先客リストを急いで。昼までにシェフに料理を各客室に配膳するように言ってね。そうだ、港に帰って警察の方が来た時に資料を用意しておかなくちゃならないんだった。あれ、そこにいたんですか。三本松さん、今朝すごくテキパキしてるね。ほんまや、血色も良うていかにも健康って感じやな。昨夜よく眠れたんちゃうか。とんでもありませんよ。昨夜だって3時まで仕事の打ち合わせだったんですからね。やっぱり2時間しか寝てないんですよ。やっぱりブラック企業だ。しかしなんというか、こう気力の充実っていうんですかね、今日はなんかエネルギーに満ちてるんです。こいつはやべえ。ところで三本松さん、今朝の事件についてなんだけど。船長の
それはもう大変ですよ。せっかく用意したクルーズのシナリオは全部パーになっちゃうし、今度は捜査に協力しなくちゃならないから関係者はパニックですよ。で、まだ何か事件について聞かせて。まあ僕にわかることでしたら、昨夜はどこにいたの？昨夜？ああ、僕はずっとクルーズのイベント打ち合わせでしたよ。皆さんのネックレスの発見が思いもよらず早かったものですからね。細部の変更やシナリオの直しをスタッフのみんなと詰めてたんです。それも事件の発生でみんな水の泡ですよ。とほほ。ところで一緒に打ち合わせしていたスタッフの人って、打ち合わせはいつものごとく事務所でやってたんですが、お、回想シーン。ディナーが終わってからですから、夜の9時頃から打ち合わせを続けてました。そういえばご覧になってましたよね。昨日高松船長が何の断りもなく航路の変更をキャンセルしちゃったじゃないですか。その上、昨夜のディナーのあの事件でしょ。予定以外のハプニングが続いてしまったもので、それを受けて今日からのイベントをどう変更するか打ち合わせが長引いちゃって。そわそわ。そわそわ。高松くんといい、デスのカードのいたずらといい、どの道これで予定していたシナリオはチャロだな。というわけだからして、私のシナリオを活用するのは今こそチャンスだと思うのだよ。しかし社長、あのシナリオの展開にはだいぶ無理が。なんだとそうやっていつも私のシナリオをボツにしよって、だいたい他に選択肢があるのかね、三本松くん。怪盗ハマーのさらに上を行くライバル登場。その名も女盗賊フォックスレディ。野生の獣のようにしなやかに素早く走るその姿、影に潜み目を光らせ風のように獲物をさらうそのテクニック、女の子を見たいだけだろエロ社長。そして二人の強敵を向こうに回し、華麗なる推理で立ち向かう名探偵毛利小五郎。あっあっあ、どうだね、完璧な展開じゃないか。それにほら、あのシナリオなら小道具もすでに用意してあるじゃないか。そんなこと言ってもあれは社長が勝手に発注したもので。うるさい、今度こそは私も我慢の限界だと、必ずや私のシナリオをクルーズの展開に導入するのだ。お、もうこんな時間か。いいかね、私はもう寝るが、くれぐれもシナリオの直しよろしく頼むよ。フォックスレディの小道具は私の部屋にあるから、朝にでも取りに来たまえ。特に君、あのレオタードの衣装なんか最高にクールだぞ。というわけで最初に部屋に帰られたのは弓浜社長でしたね。時間は確か11時頃だったと思います。僕らはその後も打ち合わせを続け、ああどうしよう、こんなベタベタな展開のシナリオ書けないよ。何なのさ一体、女盗賊フォックスレディって。社長は名探偵や怪盗がお好きですからね。あれはミステリーマニアというより単なるミーハマだよ。でもまあ見方によっては可愛げがあるってことで。川崎さん、のんきなこと言ってる場合じゃないですよ。女盗賊の登場が決まったらやるのはやっぱりあなたでしょう。それは見たい。私がですか？そうですね。川崎さんなら社長の好みにも合いそうだな。嫌です。私絶対嫌。だったらそうせずに済む方法を考えましょう。そうですね。真剣に考えましょう。それから打ち合わせを1時間くらい続けましたでしょうか。あら、もうこんな時間。川崎さん、そろそろ上がられたらどうですか？そういえばそうですね。川崎さんは今日はもういいですよ。でも、お二人はまだ打ち合わせ続けられるんでしょ？僕らは男ですからね。女性にとって夜更かしはお肌に悪いですよ。そうそう、シナリオの変更点なんかは明日また伝えますから。そうですか？じゃあ、お言葉に甘えまして。じゃあ僕らは打ち合わせを続けましょうか。二人っきりになったね。川崎さんが部屋に引き上げたのがだいたい夜中の12時過ぎ。それからさらに僕らは打ち合わせを続けてました。でもさすがに疲れが溜まってたんですかね。しばらく打ち合わせを続けるうちに僕が猛烈に眠気を覚え始めましてね。
三本松さん、三本松さん、大丈夫ですか。大丈夫。さあ続けようか。無理しない方がいいんじゃないですか。もう3時も回ってるみたいですし。え、もうそんな時間？本当だ。打ち合わせに熱中してたから気がつかなかったよ。仕方ない。今日はここまでにして、お互い一休みしようか。休んじゃダメだよ。そうですね。じゃあ僕は自分の部屋に戻ります。ゆっくり休んでください。うん。お疲れさん。それから僕はバタン9ですよ。朝まで目も覚まさずに眠り続けましたね。じゃあ船長さんが亡くなられた午前2時には三本松さんたちは打ち合わせ中だったんだね。そう、少なくとも僕と和田くんは確実に事務所にいたはずだね。そうか、どうもありがとう。もう一回。前にも言った通り、僕は午前3時頃まで事務所で打ち合わせしてました。和田くんがその時間まで一緒にいたから証人って言えるかな。船長について教えて。高松船長ですか。あの人もいろいろ問題のある性格ですからね。でもあんなことまでされるほどの恨みっていうのは想像もつかないですね。体は大丈夫？とりあえず元気そうには見えるけど、あんまり無理すると体壊しちゃうよ。三本松さんが倒れたら船の中のことを管理できる人がいなくなっちゃうからね。気をつけてね、優しい。なんて思いやりのある言葉。あなたたちだけです、僕のことを気にかけてくださるのは。他の人たちなんてね、やれイベントはキャンセルだとか、船の資料をすぐに用意しておけとか、みんな自分の都合ばっかりなんですよ。朽ちってる。まあ港に帰り着くまでの辛抱やしな。せいぜい倒れんよう頑張ってや。お任せください。その辺は万全の体制を整えております。このクルーズを始めるにあたって後藤先生に処方していただいた数々のこの薬をご覧ください。こちらが強壮剤 Z、 仕事中のパワーを持続します。こっちはビタミン剤 E、 満足に食事も取れないハードワークもこれで OK。 万が一胃が痛くなったらこの胃薬 S、 これで痛みはすっきり。薬漬けじゃねえか。そしてこれがトランキライザー X、 まだあんのかよ。どうしてもこらえきれずに切れてしまった時の最後の手段です、向精神薬。おいおい、そんなに薬ばっかり本当に大丈夫なのかよ。ほら、何言うても無駄みたいやな。お大事にって感じや。これは僕みたいなスーパーワーカーだからこそできる技だ。良い子のみんなは真似しちゃダメだぞ。ぽっくり死にそうだな。オッケー、どうもありがとう。もう用事はないよ。お仕事頑張ってね。ゴミ箱だな。うわ、すごい薬の袋だらけだ。胃薬、ビタミン剤、強壮剤。そうか、三本松さんだな。本当に気苦労が多いんだな。あら、若い探偵さんたち、今船長を調べた所見についてまとめてるところなのよ。私に何かご用かしら。事件について聞かせて。事件について聞きたいの？そう、毛利探偵の可愛らしい助手ってわけね。いいわよ、私でわかることなら答えてあげるわ。ゆうべはどこにいたの？あら、もしかしてそれってアリバイについて聞いてるの？へえ、私を疑ってるのかしら。いや別にそういうわけじゃ。別に構わないわ、面白いじゃない。で、私のアリバイなんだけどね、ないのよ、これがない。そう、私は昨夜一人でこの指室にいたわ。午前1時くらいまでカルテをまとめたりした後に寝たんだけどね。でもそれを証明してくれる人が誰もいないのよ。こういうのをアリバイがないって言うんでしょ。それはそうだけど、全然焦りもせずにさらりと言ってのけたな。検証結果について、船長を調べてて何か気づいたことはないかですって。それを報告書にまとめたところなのよ。警察に渡すものだから、僕みたいな子供に見せるわけにはいかないわね。もっとも具体的に聞かれたら私もうっかり答えちゃうかもな。この報告書にどんなことが書いてあるかわかる？それはわからないけど、船長さんの首にロープの跡が2種類ついていたよね。一つはほぼ水平についてて、もう一つは少し上にずれて伸びていたよ。あら、よく気がついたわね。そう、これは奇妙な跡のつき方だわ。普通に後ろから首にロープがかかった場合、水平の跡しかつかないわ。それなのにもう一本上の方に線がついてるわよね。まるで船長の体がロープからぶら下がっていたみたいに。お、この跡を見る限り、船長はまさにロープをかけられた状態で吊るされてたとしか思えない状態を示しているのよ。自分からぶら下がったっちゅうんか。けど周りにロープはなかったし、上から吊るすもんもなかった。やとするとえらい奇妙なことになるな。
考えられるのは高松船長よりもずっと背の高い犯人が上に吊り上げるようにロープをかけたのか。そんなでかいやつだったら手で首絞めるだろ。そんなことができる犯人ってどんなやつだよ。あとは船長が何かにぶら下がって吊るされた状態で亡くなったかね。確かにあそこは船の倉庫だし探せばロープなんていくらでもあるだろうけど、しかし現場にはそんな風に吊るされてた痕跡は何もなかった。うーん、こいつはちょっと考えてみる必要があるな。船長について教えて。高松船長ね、私は嫌いだったな。え、私もこの船のせいになって長いからわかるけどね、あの人いつも怒鳴って人に当たり散らしてばかりだったでしょ。あんな男を好きだって人間を探そうが難しいと思うわよ。パンダの入れ墨見たら好きになるかもよ。もっとも向こうも私のことを扱いにくい女だと思ってたみたいで、めったに医務室になんか来なかったけどね。でもだからといって私が彼を嫌いになるに変わりはないわ。あら、でも別に自分で手を下したいほど嫌いって言ってるわけじゃないわよ。オッケー、どうもありがとう。別に用事ってわけじゃないんだ。お仕事頑張ってね。首のロープの跡、船長の首についていた2本のロープの跡。そういえば後藤先生も言っていたよな。斜めに残った跡は吊り下げられた時なんかにつくものだって。確かにこの跡はそう見えるけど、しかしそれと同時に水平についたもう1本の跡、これの意味するところは一体何だろう。ストームのカードとか変化あるかな。高松船長の事件現場に置かれていたカードだ。ストーム、これも何かの犯行を予告するものなのだろうか。変わったね。おう、コナン君か、毛利探偵の手伝いで聞き込みかね。まさか我が社の船でこんな事件が起きてしまうとはの。で、要は何かの、事件について聞かせて。まあ、わしでわかる範囲でなら協力するにやぶさかではないが、昨夜はどこにいたの。昨夜ということはわしも容疑者の一人なわけじゃな。なるほど、そりゃそうかもしれんの。長年ミステリーファンをやってきたが、さすがにこの体験初めてじゃ。昨夜はディナーの後、美穂と一緒にこの部屋に帰ってきてな。美穂は10時前には寝ついとったが、わしはなぜか寝つかれなくての、遅くまで起きとったわい。この部屋からは一度も出なかったの。いや、確か12時半頃だったかの、美穂が一度目を覚ましたんじゃ。あの子が幼かった頃、わしが寝物語に探偵小説を読んでやったもんで、未だにあの子は寝る前にミステリーについて話すのが大好きという困った癖がついてしまったのじゃ。昨夜もわしが起きてると知った途端、この前出た工藤優作の新作について話し始めよった。小学生がそんな時間に起きてるのもどうかと思うがの、わしも嫌いじゃない性分なもんじゃから、結局話に乗って気づいたらもう1時近くじゃ。美穂もわしも目が冴えて眠れないもんじゃから、何か温かいものでも飲もうと思ってわしはホールに行ったんじゃ。ホールの給餌場で美穂とわしの分ココアを入れてな、部屋まで帰ろうとエントランスホールに出たその時じゃ。あ、川崎さん。ん？ああ、なんということ。許せない。絶対許せないわ。このままでは私の気持ちが収まらない。なんかエロいんだよな。そうよ。もうそうするしかないわ。他に手はないのよ。杖ついてるのにコップ2つどう持つの？背中から腕が入るとか。あれはエキストラの川崎さんと言ったかの。ずいぶん気持ちが高ぶっとるようじゃったが、こんな真夜中に何をしとるのかとは思ったんじゃが、まあ若い娘のことじゃ、わしにはわからないような悩みがあるのかもしれんと、そう思ってな、そのまま美穂の待つ部屋に帰ったわい。ココアを飲んだら美穂もわしも落ち着いての、そのまま寝ついて朝までぐっすりじゃったよ。大篠津さんと美穂ちゃん、二人がお互いにアリバイ証明できるのは1時くらいまでか。事件が起きたのは午前2時くらいだからアリバイはないということになる。でもこんな老人と小学生の女の子じゃ犯人とはちょっと考えにくいな。それにしても謎なのは川崎さんだ。一体エントランスホールで何をしていたんだろう。気持ちが高ぶっていたという話だし、俺はちょっと本人に確かめてみる必要があるな。もう一回。前にも言った通り、わしと美穂はこの部屋におったよ。一時頃ココアを取りに一度だけ出かけただけじゃな。船長について教えて。高松か。君も知ってる通り、わしはメリーランド会長じゃからな。あの男のこともよう知っておったわい。確かに傲慢なところを持った男ではあったの。性格的に問題が多いのはわしも確かに承知しておった。しかしな、船長としての経験だけは確かなものがあったし、実際に人を指揮する人間というのは多少推しの強いところがないと務まらないのも事実なんじゃよ。
そういうわけでわしは船長としてはあの男を評価しとったのだが、まさかこんな事件に巻き込まれてしまうとは。高松があそこまで傲慢になったのも今から思うとあの事故がきっかけだったのかもしれんの。事故。うん、このマリエル号が起こした海難事故、恐ろしい出来事じゃった。それってどんな事故だったの？いや、これ以上はわしには話せん。メリーランドの歴史に刻まれた悲惨な事件じゃからの。どうか勘弁しておくれ。なんだろう、マリエル号が起こした事故、これはちょっと調べてみる必要がありそうだな。もう一回。その件についてはわしはあまり話したくないんじゃ。美穂ちゃんは？ああ、それがいつの間にか部屋を抜け出してしまいよってのを自分でこの事件の謎を解くんだとかなんとか言っておったが、何しろあんなことがあったばかりじゃから何もないといいが、見かけたらすぐ部屋に戻るように伝えておくれ。うん、わかった。でも一人で出歩いちゃ危ないよね。うむ、あの子のミステリー好きはわしの影響でな。何しろ生まれた時から資産家の娘として育ってきたものだて。両親は忙しくてあの子をなかなか構ってる暇もなかったしな。わしの書斎に一人でよく来てはミステリーの本を読んどった。あの子も本当は子供らしい寂しがり屋なところを持ってるんじゃがの、なかなか素直に自分を出せないんじゃろ。近づいてくる大人は皆メリーランドの重役であるあの子の親に取り入る目的のものばかり。根はいい子なんじゃが他人と関わる時につい構えてしまうんじゃろうな。コナン君、腹の立つことも多いかもしらんが、あの子のと仲良くしてやってくれんかの。わかった。どうもありがとう。別に特に用があるわけじゃないの。お邪魔しました。クルーズでネックレスを盗まれる役をやってた川崎さん、大篠津さんの話だと夜中の1時頃エントランスホールで何かすごく怒ってたみたいだ。一体何を？これは聞いてみる必要がありそうだ。昨夜はどこにいたの？川崎さん、昨夜1時頃エントランスホールにいたんだって。お、変わった。どうしてそれを？大篠津さんが見かけたって言ってたよ。なんだか随分怒ってたみたいだって。それは仕方ないですね。正直に話します。実は私、恥ずかしい話なんですが、ギャンブルに目がなくて。ああ、そういえばカジノから出てきてたな。昨夜打ち合わせから抜けた後、そのまま部屋に帰る気になれなくてカジノで一人で遊んでいたんです。おお。何よ、このスロットマシン全然当たらないじゃない。大パンしまくってるな。キー、このスロットもダメじゃない。また壊すなよ。終わった。全然勝てないものだから向きになってやっちゃって、気がついたらもう一時ボロ負けに負けちゃったのよね。でもこの船のカジノはお金はかけないんだよね。お金の問題じゃないわ。ギャンブラーとしてのプライドの問題よ。なんかエキストラとしてのキャラクターと随分雰囲気が違うな。あー、で回想シーンか。あー、なんということ。許せない、絶対許せないわ。このままでは私の気持ちが収まらない。あんまり気持ちが高ぶっていたんだ。その部屋に戻っても全然眠れそうになかったの。それで医務室に行って睡眠薬をもらうしかないと思ったわけね。そうよ、もうそうするしかないわ。他に手はないのよ。あー、なるほど。お、どうした？お、先生がいない。睡眠薬をもらおうと医務室まで行ってみたら後藤先生がいないのよ。どうしようかなと考えてたその時、来た。あらあら、こんな時間にどうしたのかしら。あのどうも眠れなさそうなんで睡眠薬をもらえないかと思って。いいわよ、ちょっと待ってて。かかりつけ医師じゃないのに簡単に処方してもらえるんだ。はい、これ。あんまり遅くまで起きてると肌が荒れるわよ。あ、はい。早い。それで自分の部屋に戻って、あとは薬のおかげで朝までぐっすり。後藤先生は医務室にいなかったの？そんな遅くにどこに行ってたんだろう。さあ、でもいずれにせよ私のアリバイはないのよね。でも信じて、私は船長の事件の犯人なんかじゃないの。もう一回。さっきも言った通り、カジノで遊んだ後睡眠薬をもらって自分の部屋に帰って朝まで寝てたわ。本当です、信じて。昨夜はどこにいたの？後藤先生、昨夜1時頃この部屋にいなかったんだって。変わったね。あら、どうしてそんなこと聞くのかしら。川崎さんが睡眠薬をもらいに来た時にいなかったって。さあ、どうだったかな。よく覚えていないわ。
どこに行ってたか教えてくれる？それは無理よ。だって覚えてないんですもん。眠かったのかな？きっとトイレにでも行っていたのね。レディーにこれ以上聞くのは失礼よ。私にはアリバイがない。それでいいんじゃなくて。なんだかな、犯人だと疑われても構わないのか。倉庫内での作業の指示は私が担当しております。何かお聞きになりたいことありますか？倉庫の配置について。こちらから入って最初のエリアが第一倉庫です。お客様の荷物などを運送するための積み荷が置かれています。その奥が第二倉庫。食料や日用雑貨など船の運航に必要な品々がまとめて置かれています。そこから奥に小さな倉庫区画、つまり船長が亡くなられていた部屋ですが、これが第三倉庫。倉庫とは言っても名ばかりの狭い部屋で、普段は倉庫内の積み荷を運ぶためのフォークリフトを置いてある部屋です。他にお聞きになりたいことは？夕べの見回りは、お客様の荷物などに万一のことがあってはいけませんので、本船で毎晩作業員が倉庫の見回りをしております。夜中には1時に見回りが行われてます。夕べもそれは行われたんやな。はい、いつも通り担当の作業員が1時に見回りに出ました。第一倉庫から順にゆっくり見て回って、戻ってきたら2時前くらいですかね。じゃあ事件の現場の第三倉庫も調べたんだよね。その時にはまだ船長さんは倒れてなかったの？はい、見当たらなかったそうです。第三倉庫は一番最後に回りますから2時ちょっと前くらいですか。その時点では船長はあそこに倒れていなかったそうです。そうするとやはり犯行は2時過ぎくらいに行われたんだな。後藤先生の見立ても俺の見たところでも確かにその時間で間違いなさそうだ。 OK、 どうもありがとう。どうもありがとう。お仕事の邪魔してごめんなさい。そうっす、俺が船長が倒れているのを見つけたんす。 FF の T だか。見つけた時のことを聞かせて。あれは朝の6時くらいだったっすかね。積み荷の整理をするんでフォークリフトを出そうとこの倉庫に入ったら船長がそこに倒れてたんす。でびっくりして副船長に知らせに行ったんすよ。この倉庫って夜中は人はいないの？そうっすね、基本的に夜中は誰もいないっす。フォークリフトを置いておくための部屋なんで、それを使わない夜間はここに置いたまま誰も出入りしないっす。ということは船長を襲おうとした犯人にとっては非常に好都合な場所だったってわけだ。やはり船内の事情を知ることのできる人間、船員作業員あるいはクルーズの関係者、そのくらいでないと不可能な犯罪だな。どうやら一般乗客のせいはなさそうだ。まだ何か様子か？フォークリフトについて。あのフォークリフトは何に使うものなの？倉庫の積み荷を運ぶときに使うんですけどね、どうもおかしいんだな。本当ならフォークリフトは一晩充電したらいっぱいになるはずなんすけど、今朝見たらいつもの半分くらいしか入ってなかったっす。最後のやつがちゃんと接続してなかったんすかね。はーん、やっぱりこれ電気で動くフォークリフトなんか。そりゃそうっす、こんな密閉された空間で作業するときに排気ガスを出すわけにもいかないっすよ。だから電気式のフォークリフトを使ってるわけっす。昼間は作業に使って、夜の間はこの部屋の奥でケーブルつないで充電しておくっつうわけっす。オッケー、あれ、どうもありがとう。どうもありがとう。お仕事の邪魔してごめんなさい。フォークリフト、事件の現場である倉庫にあったフォークリフトだ。そういえば作業員の人が言っていたな。あのフォークリフトは充電式で、いつも夜間は部屋の隅で充電していたはずだって。しかし今朝事件が発覚した後調べた時にはフォークリフトのバッテリーはいつもの半分くらいしか充電されてなかった。これが意味するものは果たして何だろう？和田さんが言ってた新聞や資料の棚だな。確かにこれだったら調べたいことがあれば何か見つかりそうだな。待てよ、大篠津さんが言ってたマリエル号の事故についてもここで調べれば何かわかるかな。これはメリーランドの歴史、この会社の歴史についてまとめたものだな。年表がついてるぞ。マリエル号、マリエル号、あった。マリエル号東シナ海で遭難、負傷者12名、技術者1名不明。当社は船体の設計に重大な欠陥を認め、全面的な改修を行いました。この苦い教訓を肝に銘じ、メリーランドは以後このような事故は一度も起こしておりません。おや、事故の日付も記されているぞ。1979年12月24日クリスマスイブだ。これが事故のあった日か。隠し金庫、事件の現場である倉庫の壁に隠されていた金庫、8つのキーナンバーで開くようになっているみたいだけど、8桁8桁。待てよ、図書室の本で読んだ資料によればこの船マリエル号が事故を起こしたのが1979年12月24日、つまり1979-1224。これも8桁の数字じゃないか。しかもこの船に深く関わる。これはもしかすると、
それで事故のあった日付を入力すると開いた。やっぱりマリエル号の遭難事故が起きた日付が正解だったんだ。あの事故の時からこの船の船長だった高松さんが決めた数字だからな。納得のいく話ではあるけど、お、これは航海日誌1979年マリエル号船長高松雄吉、マリエル号の遭難事故が起きた年の航海日誌だ。これを調べれば何かわかるはずだな。キーワード航海日誌、金庫だ。この中に高松船長の昔の航海日誌が入っていた。ちなみに図書室で事故の日付を調べる前に隠し金庫を開いた時のセリフの違いを見ます。開いた。デタラメな数字を入れてみただけなのに開いちゃった。隠し金庫、事件の現場である倉庫の奥の壁に隠されていた金庫。8つのキーナンバーは20年以上前にマリエル号が起こした事故の日付1979年12月24日、つまり1979-1224が正解だった。そして金庫の中には昔の船長の航海日誌が。やはり船長はこの金庫を開けようとしているところを後ろから襲われたり違いない。関係者リスト、このクルーズの関係者とアリバイや動機について一通りチェックしておこうか。チェックしておこう。まずはそもそもこのクルーズの発案者でもある弓浜社長、この人は事件当夜午後11時まで三本松さんたちとイベントの打ち合わせをしていた。しかしその後自分の部屋に帰ってからのアリバイはない。高松船長との関係はイベントのことで随分揉めたりしてたこともあったみたいだけど、果たしてあれが動機になるかどうか。次にツアーコンダクターの三本松さん、三本松さんは午前3時まで事務所でイベントの打ち合わせか。さすがにイベントの責任者だけあって忙しそうだ。3時まで一緒にいたのは和田さん、この2人でお互いのアリバイを証明し合えるわけだな。三本松さんの話だと弓浜社長は午後11時に、川崎さんは午前0時頃それぞれ自分の部屋に帰ってるそうだ。亡くなった高松船長との関係は今のところ仕事で一緒になったという以上の関係は見えないな。そしてマリエル号の副船長、この人は事件当夜ずっとブリッジにいた。一緒にいた船員の人たちも大勢いるからおそらく間違いはない。ということはこの人は容疑者から除外してもいいかな。少なくとも実行犯ではありえないだろう。それにしてもこの人随分気が弱そうだったな。あれであの高松船長と渡り合えてたとも思えないんだけど。メリーランド社の会長である大篠津さん、大篠津さんは昨夜はずっと自分の部屋にいたという。事件前後の2時頃は孫娘の美穂ちゃんと話してたっていうけど、船長が亡くなった時刻がやはり2時前後ということを考えると結構微妙な時間ではあるよな。しかしまああの年であんな大柄な船長を釣り上げるというのも考えにくい話ではあるけど、船長との関係はメリーランドの創世期からの古い付き合いらしいな。船長の過去についていろいろ知ってるみたいだけど、これについてはもっと調べてみる必要があるな。繊維の後藤先生、この人はなんか変な人なんだよな。あからさまに怪しげなくせに自分で堂々とアリバイがないって言い切っちゃうし、とりあえずこの人にはアリバイはない。船長との関係はまだ見えないけど、容疑者候補から落とすわけにはいかないな。和田さん、クルーズのイベントのためのエキストラだな。この人は午前3時まで三本松さんとイベントの打ち合わせをしていた。事件が起こったのは午前2時頃という話だから、その意味では十分なアリバイを持っているな。エキストラとして最近雇われたということを考えると、被害者である高松船長との関係も今のところは見えてこない。クルーズでネックレスを盗まれる役をやってた川崎さん、この人は午前0時頃までイベントの打ち合わせに参加していた。その後カジノに行って1時頃まで遊んでから部屋に戻って寝た。打ち合わせから引き上げて以降は誰も証人がいない。船長との関係については本人の言葉を信じるならこのクルーズで初めて会ったはずなんだけど、カジノに出没する変な男ピーター、彼は午前0時頃までカジノで遊んだ後そこを出て朝までずっと船内をうろついていたという。しかしそんなことがあるんだろうか。そもそも彼の部屋がどこにあるかもわからないし、救命ボートから出てきたのも奇妙な行動だよな。最後にクルーズ参加者であるスペード兄弟、この二人は朝まで客室にいたというけど、お互いにアリバイを証明し合ってるというけど、怪しい二人同士で証言しててもなんか説得力が足りないよな。よし、これで全員の聞き込みは終わったな。事件の流れ、船長が襲われてから朝事件が発覚するまで時間に沿ってその前後に何があったのか整理してみようか。整理する。午前0時船長はブリッジを出た。当直の引き継ぎを副船長に済ませて退室。その後どこへ行ったかは誰も目撃者がいない。
この時が昨夜最後に船長の姿が目撃された時間だ。午前1時、作業員が倉庫の見回りに出た。毎日このスケジュールで行われている定時見回りだそうだ。第一倉庫から順番にずっと見ていって、2時少し前くらい、事件の現場である第三倉庫を確認。この時点ではまだ船長は倒れていなかったという。犯人はあらかじめこの見回りの時間を知ってて避けたのだろうが、だとすると船内のスケジュールにだいぶ詳しい人間ということになる。午前2時、事件発生。高松船長は D デッキの第三倉庫において何者かに襲われ命を落とす。船長の亡くなった時刻は後藤先生の所見によれば2時前後だという。これは作業員の見回りの証言とも一致するな。俺が見た限りでも硬直の具合などから考えるとこの犯行時間ほぼ間違いないと言えそうだ。午前4時、ブリッジの無線機が何者かによって破壊される。本土の警察に連絡を取られたくない犯人が破壊したのだろうか。いずれにせよそのためにマリエル号は現在東京に戻る航路を取っている。そして午前6時、事件発覚。作業員がフォークリフトを出すために倉庫に入ってそこで船長が倒れているのを発見した。以上が今のところ明らかにできる事件の流れだな。これ以上の情報はもう期待できなそうだな。公開日誌。事件の現場の奥の壁にあった隠し金庫、その中に収められていた1979年のマリエル号の公開日誌。しかもこれを書いたのは当時からこの船の船長だった亡くなった高松船長だ。この日誌を読めば何かがつかめるかもしれない。11月9日マリエル号出港、インド洋周りの航路に着く。12月21日キロ、シンガポールを立ち一路日本へ。12月23日東シナ海に差し掛かる。機関員よりエンジンに異常ありとの報告を受ける。機関長と調べたところ機関の内圧が高すぎる模様。最寄りの港に寄港し精密検査を行うこととする。12月24日早朝、本社より連絡。航路途中で修理を行うのは最新客船である。マリエルのイメージを傷つけるものであるため万難を排して東京港まで戻れとの指示を受ける。反対する機関長を押し切って不調のエンジンをだましだまし回しながら東京を目指す。12月24日午後8時、エンジンに重大な障害が発生。機関が爆発炎上し船体に開いた穴から浸水する。12月24日午後10時、船員たちの必死の努力によって底部の浸水をかろうじて食い止めることに成功。直ちに最寄りの港を目指す。今回の事故によって機関員12名が負傷、うち1人はかなりの重傷の模様。当初の予定通り港に入って検査していればと悔やまれる。今回の事件は会社の指令を優先してしまった私の判断ミスである。この内容に何の問題があるんだろう。おい工藤、この西海端は高松船長やろ。ちょっと俺らの知ってる船長とはイメージ違いすぎひんか。なんちゅうか控えめいうかやけにしおらしないか。事故のことを自分の責任やと反省しとるし、あの高松船長と同一人物とは思えへん。そうだよな、確かに奇妙な変化だ。この20年の間にあの船長に何があったんだろう。日誌の最後の方に何か書類が挟んである。マリエル号事故調査書、1980年3月、20年前の事故の調書の写しだ。調査責任者の名前が記されているぞ。メリーランド社長大篠津茂、メリーランド副社長磯貝慎一郎、メリーランド専務弓浜勲、マリエル号船長高松雄吉。この磯貝って人を除いてはみんなこの船に乗っている人ばかりだ。これは重要な手がかりだな。調べてみる必要があるぞ。事件の流れもまとめたし船長の公開日誌も手に入れた。結構進展はあったかな。うん、こんだけ分かったわけやし、とりあえず一遍毛利のおっさんに情報を入れといたった方がええんとちゃうか。そうだな、おっちゃんあれでも一応捜査本部を気取ってるみたいだし、それに放っておくとどんなとんでもない推理をしでかすか分かったもんじゃないし、とりあえず一度報告に行っとくか。おっちゃん、お前らあんまり捜査に首を突っ込むなよ。何手がかりが揃ったと。なるほど、それは一向の余地があるかもしれんな。よし、海浜社長も交えて今後の対策を練ろう。そういえば社長さんはどこへ行っちゃったの。そういえば船員の対応を見に行くとか言って表に出て行ったが、仕方ない、探しに行くか。なんか死んでそうだな。お、社長いないな。さて、弓浜社長はどちらに行ったものやら。社長でしたら先ほど後部デッキの方へ行かれましたが。どうですか。どうも。うわー、
え？今悲鳴となんか水音がしたような。誰かが海に落ちたんだ。ゼンビの方だ。急ごう。社長が落ちたか。どうした？何があった？一体何があったんです？会長が、大篠津会長が海に。何ですと？おじさん大変だよ、助けないと。船を止めてください、すぐに。じいさん大丈夫か？よかった生きてた。なんかタコさんウインナーみたい。だいぶ海水を飲んだようですが、命に別状はないようですな。一体どうしたというのです？よ、鎧がナイトの鎧に突き落とされた。ナイトの鎧？何を言ってるんです？鎧じゃ、きっと彼の復讐が。あ、死んだ。じいさん気を失ってしまった。よかった。すぐ医務室に運んで手当てを受けさせてください。しかし鎧に突き落とされたとは一体どういうことだ？大篠津さんが水に落ちて船長が首を。昨夜のディナーのデスのカードは船長の事件。そして今度は大篠津氏がストームのカードの予告通りに。これではまるでオカルトだ。何者かが大篠津会長を海に突き落とした。ナイトの鎧を着てあたかも呪いのふりをして。何者だろう、船長の事件と同一犯人だろうか。おじいちゃんは、おじいちゃんが海に突き落とされたって。美穂ちゃん大丈夫よ、今医務室で手当てを受けてるわ。もうだいぶ落ち着かれたようだからね、すぐに良くなるはずだよ。よかった、高松船長に続いて大篠津会長まで亡くなってしまったらどうしようかと。許せない。美穂ちゃん、誰だか知らないけど、あんなに年取ったおじいちゃんにこんなことするなんて、私絶対に犯人を許さない。ほら、そんなこと言ってる暇があったら早く医務室へ行ってあげなさいよ。事件のことは蘭のお父さんたちに任せておけばいいんだから。言われなくたって分かってるわよ。じゃあね。さて皆さん、あの子のためにも早く真犯人を見つけねばなりませんな。大篠津老人は気を失う直前に鎧に突き落とされたと証言しておられましたが、この鎧というのはエントランスホールにある。いや、それはどうやろな。あの鎧は本間もんの甲冑や、金属製で見たところ重さも相当なもんみたいやし、とてもあれを着て人を突き飛ばす中ような機敏な動きができるとは思われへん。じゃあ一体何だってんだ？あの鎧はこのミステリークルーズのメインの出し物やったんやろ。だったらあの本体以外に大道具みたいなものはないんか。例えば人が着て動き回れるような着ぐるみの鎧とか。どうせクライマックスで鎧が歩き出したとかベタな展開にするつもりやったんちゃうか。はい、実はあるんです。何ですと？イベントの後半の展開で怪盗ハマーが鎧に化けて船内をうろつく予定だったんです。そのためにグラスファイバー製の軽い着ぐるみの鎧も用意してありまして。で、それは一体どこに？ツアー事務所のロッカーに。でもあそこは鍵がかかっていて。その鍵を持っているのは誰なのですかな？それは私と弓浜社長の2人だけです。こんな分かりやすいことある？でも三本松さんは違うんだろうな。して大篠津会長が襲われた時あなたはどちらに？ホールでいろいろと船内の雑用を。あ、船員やスタッフがずっと一緒にいましたから証人はいますよ。ということは残るは社長だけど、すでに殺されて鍵を奪われてる可能性もあるよね。ん？あれ？生きてた。ごめん社長、勝手に殺しちゃった。会長が海に落ちたというのは本当ですかな？何か？そんな私が会長を突き落としただなんて。
状況証拠を突き詰めていくとそうならざるを得ないでしょう。しかし大篠寿司が気を失う前に鎧に突き落とされたと証言した以上、事務所にあった着ぐるみの鎧を持ち出せた人物、すなわちあなたか三本松さんに容疑が絞られてくる。そして三本松さんには完璧なアリバイがあるわけですから、残るはあなただけということになります。そんな、私はただ船の運航について見て回ってただけで。しかしその間あなたの姿を見てる人はいないのです。まあこうして部屋の中を調べていればはっきりすることですよ。さあよろしく頼みますよ。あ、念入りに調べてるね。次はベッドか。お、何か見つけた。これは何か見つかりましたか。ベッドの下にこのようなものが。何？ロープ。ロープだ。このロープ真ん中あたりに爪でかきむしったような跡がついておりますな。まるで首にかけられた船長が必死で掴もうとしたように。どうやらこのロープが凶器ということで間違いないようですな。おそらくこの部分を調べれば高松船長の皮膚が見つかることでしょう。なぜこのようなものがこんなところにあったのですかな。そんなありえません。そういえば弓浜さん、あなたのカードセットはどこです？クルーズのスタッフには確か謎解きのカードがフルセット配られてましたね。私もシナリオと一緒にもらったからよく覚えてますよ。高松船長の事件の現場に置かれていたストームのカード、あれはカードセットの中にあったものでしょう。昨日までのクルーズの展開ではストームのカードは登場していない。つまり一般参加客があのカードを手に入れることは不可能だ。つまり犯人はクルーズのスタッフである可能性が高いということですよ。さあ弓浜さん、あなたのカードセットを見せていただけますかな。そこのテーブルの引き出しに。おお、これは弓浜さん、あなたのカードセットには足りないカードがありますな。ストームのカード、これ1枚だけが欠け取るようですが。まさか高松船長の事件の現場に置かれていたカードもストームでしたね。どうやらこれはじっくりとお話を伺わねばならんようですな。これは何かの間違いです。私はやってない。犯行に使われたロープ、ストーブだけ足りないカードセット、状況だけ見ていくと確かに弓浜社長が怪しいということになる。しかし、お前もやっぱり気になるんか。これじゃあまりにもできすぎてるぜ。そうやな、もし弓浜社長が真犯人ならあまりにも穴だらけの犯行や。これは誰かが落とし入れようとしてる可能性もありそうやな。パートナーチェンジ。ではランをパートナーにして会話の変化がある人のみ情報収集をしていきます。確かにあの金庫は船長が個人的な秘密を隠していた隠し金庫です。副船長さん、あの金庫のことご存知だったんですか。あら、和田さん、頭のてっぺんに何か傷跡があるんですね。昨夜私のアリバイってことですか。もしかして私も容疑者に数えられてるんですか。いえ、そういうわけじゃないですけど、一応関係者にはみんな話を聞いてるみたいなんで。あれ、そこにいたんですか。三本松さん、今朝すごくテキパキしてるね。ほんと、すごく血色もいいみたい。昨夜はよく眠れたんですか。他の人たちなんてね、やれイベントはキャンセルだとか、船の資料すぐに用意しておけとか、みんな自分の都合ばっかりなんですよ。体だけはお大事に。そしてこれがトランキライザー X、 どうしてもこらえきれずに切れてしまった時の最後の手段です。おいおい、そんなに薬ばっかり本当に大丈夫なのかよ。なんかますます危なそうな気がしてきたんだけど。この後を見る限り、船長はまさにロープをかけられた状態で吊るされてたとしか思えない状態を示しているのよ。まさか自分で。でも天井にロープはなかったんですよね。どうしてあんな場所でそんな跡が。夜中には一時に見回りが行われてます。じゃあ昨夜も背後のやつがちゃんと接続してなかったんすかね。これ電気で動くフォークリフトなんですか。この内容に何の問題があるんだろう。コナン君、この日誌を書いたのは高松船長よね。なんかすごく控えめで塩らしい文章だと思わない。こんなに事故のことを自分の責任だと反省していて、まるであの船長とは別人みたい。
結構進展はあったかな。コナン君、これだけ分かったんだから一度お父さんに報告した方がいいんじゃない？うわぁ、今の悲鳴と水音。最後にその子をパートナーにして会話の変化がある人のみ情報収集をしていきます。確かにあの金庫は船長が個人的な秘密を隠していた隠し金庫です。え、あの金庫のことを知ってたんですか？あれ、ちょっと和田さん、頭のてっぺんのところに傷跡があるじゃないですか。ゆうべ私のアリバイってことですか？もしかして私も容疑者に数えられてるんですか？あ、そういうことじゃなくてですね、こういうことは関係者全員から聞き込みすることが重要なんですよ。あ、あれ、そこにいたんですか？三本松さん、今朝すごくテキパキしてるね。確かに顔色もやたらいいわよ。昨夜はよく眠れたみたいですね。他の人たちなんてね、やれイベントはキャンセルだとか、船の資料をすぐに用意しておけとか、みんな自分の都合ばっかりなんですよ。倒れないで頑張ってくださいね。そしてこれがトランキライザー X。 どうしてもこらえきれずに切れてしまった時の最後の手段です。おいおい、そんなに薬ばっかり本当に大丈夫なのかよ。この人本当に倒れるまで仕事辞められないタイプね。この後を見る限り、船長はまさにロープをかけられた状態で吊るされてたとしか思えない状態を示しているのよ。自分でぶら下がったって言うんですか？でもおかしいわね、周りにロープなんてなかったんでしょ？そんなところでどうしてそんな跡が。あら、コナン君に名探偵のお姉様、あなたたちまだ探偵ごっこ続けてたの？それはこっちのセリフだっての。部屋戻れよ。まったく、ああ、なんだか私嫌になっちゃった。え？おじいちゃんさ、仕事のこととか事件のことについて私には何も話してくれないのよね。自分はすごく事件のことを気にして落ち込んでるくせに、あんな部屋息苦しくてじっとしてられないわよ。私だって心配してるのに。大篠津さんが言ってた通りだ。この子本当は寂しいんだ。あ、あれ。え？何何何？クジラ？クジラだ。すごい、あれかなり近いんじゃない？あれザトウクジラよ。この季節にこっちの方の海に来るのはすごく珍しいよ。見て、親子だわ。ほら、小さい方がお母さんクジラに寄り添ってる。すごいすごい、こんなところで見られるなんて、なんてラッキーなの。かわいいとこあるじゃないか。ああ、もう行っちゃった。あ、照れてる。な、何よ、何ニヤニヤしてるのよ。私がクジラに興奮してるのがおかしいって言うの？あら、いいんじゃない？意外に可愛いとこあるんだなって思ったのよ。あなた随分クジラについて詳しいのね。私将来動物学者になりたいのよ。あれ、探偵じゃなくて？何言ってんの、探偵は趣味よ。動物、それも海洋生物のエキスパートになって世界中の海を回りたいのよ。なんだかんだ言っても子供らしい夢も持ってるんだな。だから私の探偵ごっこなんて片手間のお遊びなわけ。この事件の捜査、そんな私に負けたら情けないわよ、探偵くん。やっぱり嫌味な娘か。夜中の1時に見回りが行われてます。昨夜も見回りはあったんですよね。最後のやつがちゃんと接続してなかったんすかね。何何、これ電気で動くフォークリフトなわけ。この内容に何の問題があるんだろう。ちょっと本当にこの日誌を書いたのあの船長なの？なんか全然イメージが違うんだけど。なんか控えめっていうか塩らしいっていうかさ、事故のことを自分の責任だなんて書いてるわよ。あの船長とは全然別人じゃない。結構進展はあったかな。さて、これだけ情報を手に入れたわけだし、一度蘭のお父さんに報告した方がいいかしらね。うわぁ、今悲鳴と水音が聞こえなかった。全員の情報収集が終わったのでここまでにしておきます。はい、じゃあ今日も最後までご視聴していただき誠にありがとうございました。心より感謝いたします。ちょっとでも見やすかったよ、役に立ったよという方は高評価コメントの方もしていただけたら嬉しいです。そしてチャンネル登録も少しでもしてもいいかなと思っていただけたらよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。